はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、こちら磯に上がってきております。もう非常に暑いです。非常に暑い。扇風機はね、ここと実はもう一個ちょっと見えないところに、あのでっかいね、トップブランドっていうメーカーのでっかいやつをこっちから当ててんだよ。二重に扇風機当ててる感じでございます。暑い、非常に暑いでございます。はい、ということで、まあ、磯に来てるんですけども、今日はですね、大分県佐伯市は、与野津エリアですね、に来ております。ちなみにですけど、私、ここに初めて上がりました。初めて。結構有名なところなんですけども、意外と初めてだったりするんですよね。どこかわかります？この価格からどこかわかったら、すげえ。マジですげえと思う。後ろもだって全然映ってないからさ、どこかわかんないでしょ。こうやって映すと、こう、多分ね、わかると思うんですけども、ここです、ここ。はい、なんとですね、私意外にもですね、ここ、千畳敷というね、磯なんですよ。千畳敷の低い方っていうのかな、なんて言うんだろう。千畳敷って、多分これのもう一個先端側もあるんですよ。これの向こう側のね、先端側もあって、まあ、2箇所あって感じかな。の、要は水鳥映え側というか、あれ水鳥映えって言うんですけど、で、あれが沖黒しますね。で、あの、この辺に西の花とか、ちょっとあの、このチョンって出てるこれ団子とか、あるところです。いつもその沖黒島上がってるのはこの向こう側ね、全然こうね、分かりづらいけど、こっちがあんまり上がらないよね。でも向こう側に長溝があったり、この裏にウドバナがあったり、東のさらしがあったりとかね、東大下があったりとかというね、場所があったりするところですね。で、今日はこういうところですごく足場のいい千畳敷というね、ところで竿を出していきたいと思います。はい、ということでございまして、今日はね、この千畳敷という、もう初めてなんですよ、本当に。今まで上がれそうで上がれなかった場所というか、すぐね、目の前が沖黒島じゃないですか。沖黒島と同じように、ここもね、すごく人気な場所なんですよ。まあ、ぼっちぼっち連れて、なんていうんですかね、足場がすごく良くて、しかも広いんですよ。だから2人だけとか1人だけとかじゃなくて、多分3人、4人とかが並んで出せるような、このね、広い場所なので、もう瀬泊まりで泊まる、人たちもすごく多くてですね、本当沖黒島のね、よく行くあっち側も人気エリアですけども、こっちも瀬戸まりから泊まるようなすごく人気なエリアでございます。ただですね、まあ大体この、まあ、6月7月8月とか、まあ、夏の時期ぐらいになるとですね、ここはなんていうか梅雨暮れの時期になると、まあ、基本的にバリ島って言われるぐらいバリがねすごく多い場所なんですよ。ただ今年はですね、全的にこう与野津エリアっていうのが黒が全然釣れてなくてですね、通常ならもう梅雨暮れが結構バンバン食ってくるという、バンバン食ってくるわけじゃないけど、まあそれなりにポツポツは食ってくるはずなんですけども、それすらもう全然食ってこなくて、もう2人に1人は坊主みたいな、で釣れた人もまあ1匹2匹みたいなね、そういう状況がすごく多いみたいです。例えば長溝とかね、上がっても坊主だったとか1匹だけだったとか、もうそういうレベルです、今年はね。まあ、ゴールデンウィークぐらいとか、まあ、その少し後ぐらいは良かったらしいんですけど、最近はなんかもうね、どこ行ってもなんか食わない。まあ、例えば深島とかね、まあ、北浦方面行っても、まあ、そんなに食っている感じはないというか、特にまた与野津エリアはすごく厳しいみたいです。まあ、実際今日もお客さんが、平日だけど、孔明丸さんで全員で4人でした。4人。で、隣の千代丸さんで2人とか、他も出てないんじゃないかな。で、お客さん今日めっちゃ少なかったんで、連れてないからかな、わかんないけど。そんな中でも、まあ私はね、頑張ってっていうか、ちなみに一人ゲストの方がいるんで、まあちょっと後から紹介しようかなと思います。はい、ということで、扇風機でめっちゃ涼しい。今無風なのよ。無風だからね、めっちゃ涼しい。で、いろいろ準備とかしてて、出港が4時だったんですけど、今も5時20分とかになってます。準備しながら、まあ会話しながらね、まあ上がった時は実際まあ暗かったんで、まあ話してたんですけど、結構蚊に食われました、ちなみに。ということで、まあ、今日はね、あんまり大きいのは多分出ないはずなんですよ。まあ、出て40ぐらいとかなんで、まあ、それなりのタックルでいきたいと思います。はい。まあ、ご存知の通り。ご存知の通りというか、まあ、そんなにタックル持ってないからね、そもそも。もっと、お金だったらもっと買いたいよ。それはね。それは買いたいけど。なかなかそうはいかないんでね。というわけでございまして、今日はまあ、柔らかめのタックルと、なっておりますね。で、自分はいつもね、このリールシート。こう、わかるかな？わかります？全然わかりづらい。わかりづらいな。わかりづらい。全然わかんない。ここね、締め込んでないんですよ。ここね。
軽くテンションが軽くかかる程度でいつも止めてて、釣り場に来てこう今締め込んでます。ぐっぎゅっと。本当割れる人がいるみたいなんで、ここね。普段は負荷をかけないようにしてます。今日はですね、この極小ですね、極小2020年と思ってたっけ21だったっけ、極小です。X ガイド、スパル X コア搭載の1550ですね。現行モデルでございます。濡れてる？なんだ、汚れてる？え、汚れてるなんか白い塗装？いや、なんかなんだろう、なんか汚れてた1550とりあえずで、リールはハイパーホースコンパクトですね。で、先日巻き替えました道と、ワールドプレミアム 1.2 号でございます。今日はこれをメインでやっていこうかなと。どうしてもダメな時はもうワンランク太いタックルでやろうかなと。まあその45とか50がボコボコ釣れるっていう感じじゃないんでね、できる限りこう細くしてこうね、潮の流れにこう軽く乗せながら、まあ、ボツボツ黒が拾えればだと。まあなんとかね、ここがなんかぼ、まあ、ボツボツ釣れてるらしいのよ、らしいというか、自分調べによるとね、こう釣れてるっぽいのよ。ヨノゼリアの中ではまあまあ釣れてる方。まあ、当番の、まあ、横島とかどうなんだろうね。あの辺は釣れてんのかな。蚊が多いのよ。今扇風機かけてるからいいけど、さっき蚊がさ、ブン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 、ブンブン、あ、ブンブンってくんね。ブン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 ね。ということで、まあ、今日の仕掛けはですね、どうしよっかな。ちょっと潮は、なんかあんまり動いてなさそうなんですよね。なのでちょっとどうしよう。とりあえずこれでいきましょうか。エキスパートグレー V の0アルファですね。0アルファ。池永さんのメインの方は、まあ両方自分持ってるんですけど、0C の方ね。こんな感じ。全く一緒に見えるけど浮力が違います。こっちが0アルファね。こっちが 0C です。船長法で使えるのは 0C の方ね。C の方なんだけど、0アルファの方が微妙に浮力がプラスアルファであるっていう感じです。ここは、まあ、あと潮目がね、ちょっとこう、沖の方に多分出やすいと思うんですよ。まあ、来たこと初めて来たんで、なんとなくですけど。だから、ちょっと遠投するために今日はちょっと、エキスパートグレー V で、とりあえず、棚がわかんないんで、どうしよう。潮あんま動いてない感じがするんですよね。だから0アルファでやろうかなと。0C はね、自分がしたら少し早いんですよ、沈みがね。これまあ個人の感覚なんだよね。池永さんは 0C かもしれないけど、自分は 0R。 あ、ちなみにね、あと昨日気づいたんだけど、これリング径が違うんだよ。さっきの 0C と 0R で、 0R の方が 0.5 ミリ全部細いんだよ。 0C の方が 2.5、3、2.5 だったかな。こっちが2ミリ、2.5、2ミリみたいな。実は 0.5 ずつ小さかったっていうのは昨日知りました。こういうのやっぱこだわって作ってるんだなというのを感じながら、昨日準備しておりました明日はこれ使おうと思って。で、塩気をつけまして、塩気は、塩気浮きゴムの、中かな、このサイズ中ですね。台がこのサイズなんで、中ですね。小は持ってないんですよ。小は塩気のあれがなんか自分は取りなんか当たりが通るときに取りにくいんで、あんまり小は使わないかなと思って買ってもないです。基本はだから中ゴイ。台を使う時もあるけど、台はね、結構潜り状になった時に急にキスパーって入るから、あんま好きじゃないんで、基本的に中のサイズを使っていることが多いです。だんだんなんかあれだな、香料が増えてきて白飛びが、まあ。ということで、ハリスですね。ハリスどっち使おう？シーガーグランドマックスか、ブラックストリーム 1.25 号か。もう 1.25 は決定してます。ブラックストリーム使いますか？最近ハマってるんですよ。ブラックストリーム。ブラックストリームいい。ブラックストリームいい。なかなか強い。うん、グランドマックスとどっちがって言われたら、まあ一緒ぐらいっちゃ一緒ぐらいかもしれんけど、なんか前のブラックストリームよりも自分はこうちょっと強い感じがしますね。強いと思う、本当に。多少傷ついても、なんか全然上がってくる感じが、本当にリアルにね、なんか強いぞと思ってます。だから最近結構ハマって使ってるというか、そんな感じですね。あ、ちなみに直結ね、今してるんですけど、ブラッドノットね。最近動画で何回か取り上げましたけど、ブラッドノットです。ブラッドノットね。よし。ということで、竿を伸ばしていきたいと思います。
です。ということで、竿をね、伸ばしました。今ね、まあ、今から針つけるんですけど、まあ、針の地元から今、塩気までが、大体ですよ。大体今、2キロちょっとぐらいかな。2キロ半ないかあるかぐらい。まあ、少し長めに取ってますっていう感じですね。で、針ね、針。何号から行きましょうか。いきなり4号とかあれなんで、まあ、5号ぐらいから行く？ちょっと軽めの針の、こちら。オーナー身軽グレの5号。こちらからやっていきたいと思います。まあ、様子見ですね、とりあえず。まあ、読んでもいいかな、どうしようかな。まあ、まあ、朝なんでね。まあ、朝のまずめ時間なんで、まあ、とりあえず、ちょっと、まあ、食いが渋いは渋いんで、だから最初、張り付いて2号なわけだしね。だから、まあ、ちょっと今、すげえ悩んだんですけど、まあ、とりあえず5号でスタートして、まあ、あとあと、ちょっと食わないなと思ったら、まあ、下げればいいかと。ハリスは多分ね、これ以上下げることないと思う。ということで、結び終わりました。ちなみにハリスね、ハリスはもう9メートルぐらい取ってます、ここ。直結がリールのちょっと上ぐらいにあるんで、今、針がね、ここに引っ掛けて、見える。針ここに引っ掛けて、直結がここにあるんで、ほぼ線長法です。針とね、直結。うん。です。はい、ということで、あとは、準備的に置き網を出して、終了ですね。ということで、早速やっていきたいと思います。はい、ということで、初めての、洗浄で、今から餌を、1匹目です。1匹目つけて、まあ、今から1頭目を流していきたいと思います。これは浅漬け加工ですね。ちょっと息濃すぎたな。ちょっと硬いわ。結構ハード加工になってる。はい。ということで、ちょっとどこ狙っていこうかな。あんまり塩流れてねえな。塩が流れてないですね。もう泡の感じが、全然流れてる感じがないですね。まあ、とりあえず、ちょっと泡がある、ちょっと向こうを、ちょっと軽く流していきたいと思います。ちょっと薪をね、少し水入れすぎちゃったんだよね。さあ。結構遠投気味に。手前でも餌取りが多いっす。餌取りがね。はい。ドンピシャです。ドンピシャ。結構流れてるの？泡までが流れてないけど、泡がね、そこからこうあるんで、泡が。泡をパッと見るとそんな流れてないんだけど、結構流れてますね。餌取りは、まあ、ぼちぼちと、いるかなって感じ。スズメダイ的なのかね。スズメダイとなんかオレンジ色のが、ちょっと見えるんですけど。まあでもそんなにこう餌取り、まあ朝なんで、もあるかもしれないけど、餌取りもなんかまだうるさくない、感じですね。塩はここからこう、流れてるかな。沖黒島に見つかるような感じで流れてるっぽいですけど、多分流れてないのかな。なんか全然塩が持っていく感じがない。どちらかというとなんかこう来てるんで、こうちょっとこう当て気味になってるような気もしなくはないです。でとりあえずちょっと浅い棚からゆっくりじわじわちょっと探っていこうかなと。まあ、今1投目で、巻き全く、まあ、さっきちょっとどんぐらい粘りがあるかなと思って巻いたぐらいで、どんどん投げてないんで、どうするのが正解なのかなぁ。なんとかちょっとわかんないですけども。いやー、楽しい。あ、ちょっと当ててきてるわ。泡がさっき向こうに行ったのにこっちにこう来てるから、で今結構当ててきてるなぁ。やりづらいな。浮きはね、全然沈んでない。ゼロアルファできついな。あ、今沈み始めた。浮きがあの辺投げた時にこっちに横に行って、なんならちょっと手前に来てるから、だいぶ当て強っすね、これ。ちょうどタイミングか。思ったよりちょっと仕掛けが入ってかないな。当て上でライリンが変に捉えちゃったりするんで、ちょっとあれですね。多分残ってる。ガンダマつけちゃいますか。ガンダマを。ただそんな気がする。ちょっと今潮の流れがね、あれなので、
あんまりこうなんか綺麗に流れてる感じがないんで、ガン玉、もうすぐガン玉つけます。今ね、外すのもすぐだけど、つけるのもすぐです。ただ G8 ね、 G8、釣り券のなんかね、センター止めガン玉の G8 です。 G8 でとりあえず潮受けと針の中間に打ちます。これで様子見ですね。様子見で、あんまり沈みすぎるのであればもちろん外しますけど、とりあえず様子見でやってみたいと思います。